皆さんこんにちは、小春です。今日は2024年上半期の買って良かったものベストバイの動画を撮っていこうと思います。内容としては美容コスメ用品、服バッグ、アクセサリー、そしてキッチンアイテムと、あと最後1点だけ子供用品あるので、結構幅広くご紹介しようかなと思ってます。10個にまとめるのが結構ですね大変だったんですけれども、本当に見てくださってる皆さんに絶対におすすめできるなっていうものだけを厳選して詰めたアイテムなので、少しでも何か役に立つところがあると嬉しいなと思います。よかったら最後までご覧ください。ではまず最初の1点目がこちら、ヤーマンのウェイビーミニっていう美顔器になります。私はですね、ヤーマンの美顔器はこちらと、あともう一つこちらの2点持っているんですけれども、ブライトリフトっていうものなんですけど、こちら以前から使っていたんですが、こっちを買った理由はコロナでマスク生活をするようになってから結構ですねほうれい線が気になってきてしまって、 EMS こちらは入っているんですけれども、もう少しその EMS にフォーカスした美顔器が売ってないかなっていうのをずっと思っていて、こちらをですね知ってで、私が欲しかったアイテムだと思って購入しました。以前私の動画で心と体のメンテナンスデイっていう動画でも紹介していて、そこからですねこちらを引き続き使っていたんですが、最初はあんまりちょっと効果あんまり感じられないかなっていうふうに思っていたんですが、使い方をですね変えたところ、かなり個人的には効果を感じられるアイテムだったので、こちらをランクインしました。私の使い方としては酵素パウダーで角質ケアをして、その後にしっかり保湿をしてシートパックを貼ってですね、でその後この座ったままこの美顔器を当てるんではなくて、仰向けになってこれを使うようにしたんですね。そしたら本当に使う前と使った後のフェイスラインのスッキリ感っていうのが違ったんですね。でこの間コスメキッチンに行って、でこちら在庫切れっていうことですごく人気のアイテムなのかなっていうふうに思います。こう仰向けになってですねこちらを使わなかった時はあんまり効果感じられなくって、でいよいよちょっと私も電気バリブラシを手にした方がいいのかなとか、ちょっと一回レンタルで借りてみようかなみたいなことを考えていたんですが、なかなかやっぱ費用面のところで手が出せなくって、でこちらはですね価格帯も2万2000円なんですよね。なので美顔器にしては手が届かない価格ではないかなっていうところで、なおかつちゃんとこう効果的な使い方をすれば私はすごくいいなと感じられたので、今回こちらを10選に選ばせていただきました。でちなみにこちらはですね防水タイプでもあるので、お湯に直接つけちゃうのはあんまり良くないとは思うんですけど、湯船に浸かりながら使うこともできるアイテムっていうのもすごい嬉しいところかなと思います。で実際こんな感じでレベルがあるんですけれども、私はだいたい3とか4にして使ってます。もしですねこうフェイスラインとかが最近気になるなという方がいらっしゃったら見てみてください。はい、で美容アイテム2つ目がこちらの、じゃん、無印良品の発酵美容液です。こちらはですね無印の購入品動画でつい最近ご紹介したものではあるんですが、テスターした時からすごくいいなと思ったんですが、やっぱり日々使っていく中ですごくいいアイテムだなっていうのを感じられたので、今回ですね10選の中に選ばせていただきました。でこちらですね、私視聴者さんに教えていただいて、発酵導入美容液の他に発酵導入化粧液っていうのも無印で売っているみたいなんですけれども、どういう風に違うのかっていうと、使用感の異なりっていうことで、さっぱりタイプが好きな方は発酵導入化粧液、乾燥が気になる方はこちらの美容液の方がおすすめですっていう風に無印のホームページに記載があります。で私はですねやっぱりこう夏場もですね、湿気が外はあったとしても基本的にクーラー効いたところで仕事をしているので、乾燥が気になるなっていうところと、紫外線浴びた後の保湿っていうのがすごく大事だなって思っているので、こちらの美容液を使ってます。
使うようになってから化粧水の量が何回も使わなくても良くなったっていうことと、肌の状態がすごくいい感じで保たれているなっていうのがあります。で、私の最近のスキンケアの順番としては、洗顔をした後にこちらの導入美容液を使って、その後化粧水をして、シートパックをして、美白美容液と乳液とクリームっていう順番で使っています。10選の2点はですね、このスキンケアになりました。やっぱりちょっと年齢的にも34を迎えましたので、きちんとですねお肌の手入れちゃんとやっていきたいなと思って、日々こちらを使っています。はい、じゃあ3点目ご紹介します。こちらのアミューズの東京チェリーっていう色のリップティントになります。私結構韓国コスメ買うんですけれども、この東京チェリーっていうのは日本限定色になるんですが、この色と使用感がとってもよくって、実はこれすごく長く使っているわけじゃないんですけれども、ここ数ヶ月使い始めてかなりいいなと思ったので、こちらも10選に入れました。色としてはこんな感じで、どんな肌色の方にも合う赤色かなと思います。本当にチェリーっていう感じで、夏には特に使いやすい色かなって思います。で、私はですねリップティント他にも持っているんですけれども、こちらが良かった点っていうのが、うるっとした感じの膜がずっとあるような感じを持続できるっていうのがすごく可愛くて、思わず使いたくなっちゃうようなアイテムっていうところで、このアミューズのリップティントはすごくいいなと思います。で、こちらのサイズ感もですね、小さいカバンにも入るようなサイズっていうのもすごく嬉しいなと思います。まあ、このパッケージですよね、お花がついたパッケージっていうのが可愛いし、まあ、夏を感じられるパッケージなのですごく気に入っています。はい、じゃあ続いてですね、ファッションアイテムを3つほどご紹介しようと思います。まず1つ目がこちらのアンテプリマのバッグです。こちらはですね、今年の1月頃に多分購入したアイテムなんですが、なので冬から愛用しているバッグです。で、こちらの形がアンテプリマのルッケットっていうタイプで、サイズが確かミディアムですね。色味がピュアシルバーっていう色味で、シャンパンゴールドに近いような色になっています。で、ショルダータイプで、普段はこういう風に肩にかけて使っています。アンテプリマは最近ですね、結構使っている方多く見かけるような気がするんですけれども、このワイヤーバッグで中にこうキラキラっとした手編みで作られているバッグなんですよね。で、このルッケットっていうタイプはここ蓋がしっかりとついていて、後ろに小さいポケットがついてます。このピュアシルバーのタイプに関しては、このチャームが可愛いウォレットケースがついていて、かなりたくさんアイテムが入るっていうのも推しポイントです。私は普段ですね、ここの後ろにスマホを入れて、こちらの方にはこういうコスメアイテムですね、ファンデーション入れて、あと日焼け止めを最近だったらこうやって入れて、こんな感じで持ち運んでいることが多いです。やっぱりですね、子供が生まれてからはこういったショルダータイプのバッグを使うことが多いですし、ショルダータイプでちゃんと蓋がついていて、子供と一緒にいても中身がちゃんとですね出てこないようになってるっていうのが、私的には結構大事なポイントです。アンテプリマのバッグはですね、このルッケットっていうタイプとか他にいろんな形があって、ミニアトゥーラっていう形ですかね、蓋がついてはいなくって上に持ち手がついててショルダータイプになっている、こちらもすごい可愛いデザインのものなんですけど、こちらと私迷ったんですが、私ですね多分物が全部入りきらないんじゃないかなと思って、日々使ってたら型崩れしたらショックだなと思ったので、ルッケットにしたっていうのと、ルッケットの場合はフォーマルな場所、例えば結婚式とかでも蓋がちゃんとついていて、ショルダーを中にしまうとクラッチバッグとして使うこともできるので、こんな感じですね。こっちの方が価格帯は上になるんですが、使うシーンが多い方が結局コスパいいかなっていうところでこちらにしました。
こんな感じでキラキラした華やかなバッグなので、シンプルな服装でもこう様になってくれるというか、そこがすごい嬉しいなっていうとこと、まあ、春夏もこれキラキラ感がぴったりですし、私冬から使っているのでトーンダウンしたちょっと暗めな服装になりがちなこと多いと思うんですけど、そういう時でもこのカバンがキラキラと華やかなことでバランスがいいスタイルになるっていうのがすごく嬉しいところで、かなり愛用しています。はい、じゃあ次もファッションアイテムになるんですが、次はお洋服ですね。5点目がこちらのビスチェになります。これめっちゃ可愛いですよね。このビスチェ自体はすいません、ちょっと今販売がないものなんですけれども、ビスチェっていうアイテム自体がすごくたくさん使っていますということで10選に選ばせていただきました。でこちらのビスチェはちょっとチュールタイプのビスチェで、黒のロンティーとセットで購入したものです。ビスチェはセットで購入したとしても他のお洋服に転用できるっていうところがすごく嬉しくて、この後ろもですねこんな感じでこういうデザインになってます。じゃあちょっと着てみようと思います。ちょっと初めてこのワンピースにも着てみたんですが、すごく合ってますよねこれも。で例えばこういう風にワンピースと着てもいいですし、もともとシンプルな T シャツに合わせてもすごくいいと思います。でパンツスタイルで T シャツに合わせたバージョンですね。でこのチュールのフリルがすごい可愛いです。なのでこのビスチェはですね、1個持っているといろんな組み合わせができて、すごくシンプルな服装にアクセントとして生きてくれるので、これを10選に選ばせていただきました。続いてご紹介するのがアクセサリーです。それがこちらのチョーカーネックレスです。チョーカーネックレスはですね、今年購入したアクセサリーの中で一番使用率が高くて、どんな時でも使えるのでたくさん使用しました。もともとゴールドだったんですけど、ちょっとですねメッキが取れてきちゃったっていうところがあって、でもしかしたら他の商品であれば、まあ、あんまりそこまでないのかもしれないですけど、私多分首に日焼け止め塗ったりとかしちゃうので、それもあって落ちちゃったかなっていうのがありますが、それでもですね本当によくって最近でもたくさん使ってます。チョーカーネックレスのいいところは、他のネックレスと比べて子供と遊びに行く時とか子供抱っこする機会が多いんですけど、抱っこするとネックレスが顔に当たっちゃったりとか、まあ、子供がそれ気になっちゃって引っ張っちゃったりとかして、ネックレスつけるのもやめちゃおうかなみたいになることが多かったんですけど、このチョーカーネックレスであればそういうことが本当になくて、ここで収まってくれるので顔に当たっちゃうこともないですし、本当に使いやすくて、かなり愛用しましたし今もしています。ビスチェ着てるのとこの服の形的にちょっと合ってない感じがするんですけど、例えば前が開いていて首元が寂しい服装の時とかはこれつけるだけでもうかなり華やかになりますし、これがあるだけでおしゃれ感がかなり増すっていうので使えるアイテムだなと思ってます。ということでこちらも10選に選ばせていただきました。次はですね、キッチンアイテムを3つほどご紹介しようと思います。まず1つ目がレコルトの自動調理ポットです。冬にこれも購入してもう何でも使えるんですよ。本当に便利だったなと思って今もかなり使ってるので、今回こちらを10選に選びました。自動調理ポットなんですけど、使用用途がもうかなり幅広くって、ポタージュを作ったりとかスムージー作ったりとか、私最近はここにエスプレッソで抽出したコーヒーと牛乳と氷を入れてふわふわのラテを作ったりとかもするんですけど、これを使わない週はないくらいかなり愛用してます。このすごいところはですね、ここにスープペーストって書いてあるボタンあるんですけど、じゃがいもと玉ねぎをですね皮を剥いて切ったのをただ入れて、でそこにコンソメを入れてバター入れて豆乳とか牛乳入れて、ただこのボタンを押すだけでポタージュができるんです。それがもうものすごく感動レベルでした。なので今年買ったんですけど、子供がもうちょっとちっちゃい時、離乳食の時に買っていたら、今までだったら火を通してでそれをミキサーに入れてミキサーにかけてっていうのをやってたんですけど、それの工程が1個で済むっていうところで、そういう風にも使えたなと思いました。
あとは今の季節だったら例えば凍ったブルーベリーとかラズベリーとかアサイとか冷凍で購入したらそれをここに入れて豆乳とかヨーグルトとかちょっと入れてただ回せばですねスムージー作ることもできるっていうのでこの1個だけでかなりいろんな用途でですね使えるので冬から夏までたくさんの用途で使えるんじゃないかなって思います。保温できるものも搭載してるのでポタージュを作った後そのままですね温かい状態を保ってくれるのでおすすめできるアイテムなので今回ご紹介させていただきました。キッチンアイテム2つ目が 3COINS のガラス容器タッパーです。でこちらは大きいサイズのものになるんですがこれともう少し小さいタイプとうちは2タイプを使っています。で他にも結構小さめのものとかもバリエーションが豊富なアイテムになってます。こちらですね我が家にこのガラスの容器っていうのがなかったのでセットとかそういうのではなくて1個2個だけ欲しいなって思っていたんですけどいろいろ調べていたら蓋がガラスではなくって1個2個単品から変えてお手頃なガラスの容器って意外とないなって思っていた時にスリコで見つけて購入してから本当に日々使っています。最初はですねこれブロッコリーを1房茹でたらちょうどこれ収まるサイズなんですね。なのでブロッコリー茹でたのを保存して1週間くらいで食べきるっていう風に使っていたんですがこれガラスのいいところとして耐熱容器なので実はこれですね蓋をしてここに空気口があるので野菜を入れて水を入れるとこのまま電子レンジで調理もできるんですよねっていう使い方もできますしガラスなので油分の多い料理を使った後もここに入れて電子レンジでチンしても溶けたりしないしこの蓋もですねうち食洗機使ったりするんですけどこれをこのまま入れて洗っても全然へたったりすることないのでかなり丈夫で日々愛用しています。さらにこれですね、ガラスなのでオーブンに入れて調理もできます。なのでグラタン作ったりとかラザニア作るにもすごく使える容器になりますっていう感じでもうかなりいろんな用途で使えるのがこちらのアイテムの良さかなと思います。 3COINS で気軽に購入することができるのでこの10選に入れさせていただきました。キッチンアイテム3つ目がこちらのせいろになります。はい、2段のせいろになりますね。こちらも今年の冬から使っているんですけど耐熱ガラス容器のお話あったんですが普段ここにブロッコリー入れたりとか人参入れたりとかして温野菜を作るのに基本的に使ってます。このせいろを使う時はこれ今まだ新しいやつなんですけども無印の布巾をですねこれ洗ってから使った方がいいと思うんですけどこれをここに入れてこんな風に包んでお鍋は全然何でもいいので私は普段使っているティファールのこちらのお鍋にせいろを間に置くための蓋を置いてこんな感じで置くとちゃんと上までですね蒸すことができるんですね。私あんまりまだやったことないんですけどここにシューマイとか、小籠包とかここで温めて食べるとすごい美味しいですよっていうことでこれを聞いてですね私も購入して日々温野菜作るのに使ったりしてました。温野菜食べる機会って冬の方が多いかもしれないんですけど、それでもやっぱりブロッコリーとかもお湯で茹でちゃうと栄養分逃げちゃうと思うんですけど蒸して食べると一番こう栄養価が高いって言われているので子供が生まれてからなるべく栄養価高く食べてほしいなということで、時間ある時はこうやってせいろで蒸して作ったりしています。これのですねいいところは2段になっているのでブロッコリーと人参とシューマイとかをいっぺんにここで蒸すことができるので、ガス1個なんですけどすごくエコですし、栄養価高く時短で済ませられるっていうのがこのせいろの魅力的なポイントかなと思います。はい、じゃあ最後がですね1点だけ子供用品をご紹介しようと思います。それがこちらのペットボトルの飲み口のキャップになります。
これ今ちょっとですね、無印の保冷ホルダーに入れているんですが、これもかなり良かったのでちょっと10選に入れようか悩んだんですけども、子供アイテムちょっと1個ご紹介しようかなと思ってこちらにしました。こちらのジューシーキャップっていうペットボトルの蓋に直接つけることができる子供用の飲み口なんですね。これはですね、最近になって結構よく見るようになったんですが、前はちょっと知らなくって、子供が飲み物飲むときは普通に子供用のマグに入れて、でそれを持って行ったんですが、このマグの中の飲み物ですね、まあ、外出てちょっと暑い日とかだと、まあ、なくなっちゃったりとか、中身がもう飲み干しちゃったりとか、暑くてもうぬるくなっちゃったりするんですよね。暑い夏にもうかなりおすすめなのがこちらで、これは例えばスーパーとか自販機とかでペットボトル買って冷たいままそのままつけて子供に飲ませることができて、でペットボトルの口そのまんまだったら子供ちょっと飲むの大変でベシャーって全部こぼれちゃったりするんですけど、これはちょっとずつしか出なくって、でこうやって逆さにしてもこぼれないようになってるんですよ。なので中身がこぼれる心配がないっていうのが親としてはかなり嬉しいポイントですし、子供もすごく飲みやすそうにして飲んでいるので、発見して使った時はこれを作ってくれた方に感謝を伝えたくなるくらい本当にいいアイテムだなと思いました。これはグレーなんですけど、ブルーとかいろんな可愛い色のアイテムもあります。価格帯は400円くらいで購入できると思います。ちょっと場所によって値段違うかもしれないんですが、それくらいの価格で購入できます。これに似たようなアイテムで中にストローを入れてつながっている飲み口のキャップとかあると思うんですけど、あれはストローなのでこまめに洗わないと衛生面的にちょっと気になると思うんですが、これはすごく洗いやすいですし、すぐ付け替えることができてかなり便利です。今うちではこの無印の保冷ホルダーにこうやって入れて持ち運ぶことが多いですね。これまあ実際こうやって昨日本当に持ち歩いてました。これは本当にお子さんいる方でまだ使ったことのない方はおすすめなので見てみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2024年上半期のベストバイ10選ご紹介させていただきました。今年もたくさんのいろんないいアイテムに出会ったんですけれども、かなりこだわってちょっと選んだ10選なので、皆さんのですね、何か少しでも参考になると嬉しいです。最近ですね、購入品の動画見たいですっていうコメントが多かったので、ちょっと最近購入品動画が重なったんですけども、ぜひですね、皆さんの動画のリクエストあればコメントいただけると嬉しいですし、今回の動画のですね、感想とかも気軽に教えていただけたらすごく嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。